背が低すぎですね。俺168ぐらいだから、いいんですけど、テイクバックができてない、まだテイクバック入ってないから、何を言ってんのか、この斜面を見て、まだテイクバックが入ってないんで、こっから左に体重移動入ってカラーのだから、お疲れさんです。何球のボールを無用にすんの？しますよ。粉がついてるから。新品ボールは。はい。はい、ブロックです。もう、野球の話になると、俺に勝てるわけねえだろ。おめえらやってねえんだから。おめえ、な、にわかはよ。言ってんじゃねえよ。この続きの振ってるとこなんで見ないと叩きようがない。そうだな。まあいいや。おい、青汁の猫は何やってんだ今。お前らしょ、あの、俺に報告しろ。マイラブ青汁の猫。この続きは、暗黒役でまんまとバレてますよ。そっか、バレたのか。何がバレたのか分かんないけど、俺のかっこいいとこはバレちゃったね。お疲れさん。お疲れさん。ちゃんとテイクバックしようね。こっからだよ。引いてくんのは。アホか、お前。このままバットなんか振れるわけねえだろ、お前。アホか。まあ、ブロック入れたからもういいけどね。先生、ブロック解除しなさいよ。泣き言言ってくんなよ、この野郎。クズがや、解除しねえかんな。おめえなんかいらねえんだよ。何言ってんだよ、野球のこと。てめえなんか野球なんかやったこともええくししやがってよ。こっちは必死にやってたんだよ。クソがや。あんま舐めて口聞くなよ、この野郎。悪いんだけど、まあ1年で辞めたのは俺の、もうちょっとな、我慢できなかった俺のミス。もうこういうやつくだらねえなと思った。なんかだってみんなも思うだろ、実力あるやつが普通に伸ばしてもらえるんだと思うのがない。お、これ傍若は偽物かな。偽物だな。
うん、何今え8時で磯物か。そうそう、だからなんだろうな、俺中学までは小山の大将だったんだよ。ここ行ったらそりゃ先輩がいるけど、まあヘボばっかなんだよ、なんでそれできねえのみたいな。でも言えねえじゃん、だ黙ってるけど。だからなんかもや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 してたのよ、3ヶ月ぐらい。高校野球って、まあなんかな、どんのっちょな、それはあったけど。マリコアンダーは621はこれ偽物だよね。だって星ついてねえもん。うん、ほらレベ1来るわけねえじゃん、来なくていいよクソが。ブロック解除何言ってんのお前、バカなのクソが。おめえもブロック入れてやろうか。あのさ、もうそういうさ、カス野郎いらねえんだよ。ブロックです。何をフォロワーゼロとか、何すみれいらっしゃい。俺はもう終わるよ、もう面白くねえもん、変な話クソがな、気分悪いよ。おそぼろちゃん、久我山の野球部って縦社会厳しかった。まあだからうん、先輩後輩はガチガチだったけど、まあでも緩い方だと思うよ。例えば大阪桐蔭とか今で言うな、うん、PL 学園とかああいうとこと比べたら緩かったかな。なんたって寮生じゃねえか、わかる？寮生活をしてないから、通いだから、久我山。だから大したことねえんだよ。うん。久我山寮生じゃないから。どういうこと？さあ、そろそろ大阪終わるのかな？ 2 時間も経ってるし。コインがどうのこうのは関係ねえし。なあ。僕はまあ井の頭、俺途中で横道それて、あの水飲んでた、うん、で戻ってくるやつら待ってた。バカだろこいつら。で合流してあのグラウンド帰ったっていう。
パチモン具体的に何が不可思だったのか言って。だってそう責めれないじゃん、パチモン君。佐野の不可思がどこだったのかを言ってくれれば俺お前と話してやるよ。なんも言わねえな。金梅と新八丁がついに現行犯逮捕された。何やったの？まあまあ不法侵入でどこに入ったの？バカなの？どこに入ったの？まあもう、あいしも、ナーボーの家に入ったの。で、ナーボーが訴えたんだ。もう、アウトだね、それは。もう、配信者としては、もう、A 版だね、どっちも。もうやれるサイトがなくなんじゃねえの。うん、だから消えればいいんだよ。そういうことだよ。まあ俺もさ、こうやって枠やってっけど、できるとこで、静かにやろうかなと思ってるけど、なんでそこまでなんか揉め事っていうかは暴れるのかなって。わあ、閲覧稼ぎか、そっちか。なるほどね。まあまあ不法侵入だったら罰金ぐらいで帰ってくるんじゃねえの。でもサイト自体はもう多分カットになるんじゃない。ああいうことやらないと閲覧稼げないんでしょうね。いや、これだから、そんなこと言ったら俺だって今150人ぐらいだぜ。うん。閲覧、1万か。もう、チンコビンビンモードになってたんだ。これはさ、俺はわかんねえけど、俺1万人なんか来たら、怖い、逆に。うん。俺いつものように、配信やれてたらいいかなって。いや、子供かどうか分かんねえけど、どうなんだろうな。だから子供が見てるってことだよね、カッパさん。俺はまあどうでもいいんだけど、人の放送だから勝手にやっとけよって。ガキどもは見てるんだろ、こいつはどういう結末をになるかを。切羽詰まってるんだろ。いやー、俺わかんねえけどな。配信中にガサが来たのはサンサンだけでしょ。まあまあ、それはそれでいいけど。いいよ、それは。そんな突発的だから。知らねえよ。ラッキーピエロ。
いや、わかんないよ。見てない。俺だって金梅はブロックしてるから、金梅の放送は見れないから。興味ねえし。もうあいつとは関わるのは一切カットだから。うん。うん、俺はね、まあいいや、人の放送がなんか荒れたのかって思うだけ。うん、映画になんなきゃいいなって思うだけよ。俺は別にざまあ見ろとは思わないよ。うん。まあまあみんな、そこら辺はゆっくりのんびり見てやろうよ。大したことはねえと思うよ。うん。うん。新幹線止めたの？何やってんだ。もう、いや、配信者同士の揉め事はいいよ。あの、公共施設の揉め事はやめろっつうの。だろ？そうまね。いや、いや、ちょっと待って。新幹線止めるとは、あんたらさ、配信者同士で揉め事やんな。そんなもんはいいんだよ。勝手にやれと。公共交通、まあ、交通機関だけじゃなくて、そういうものに、どうのこうのって、うん、どうかなと思うけどな。あ、もちろんもちろん鼻水。うん、それは電車は止めたら、まあ、どんなやり方で止めたのかわかんないけど。うん。俺、基本的に金盤に興味ないから。だって、まあ、ここで今聞いてるリスナーの中に、俺、自枠で金梅ネタ、やることないでしょ。たまたま、金梅コメントが、なんか書いてくれたら、おー、そうなんだ、と、わー、わかんねえなー、で終わりでしょ。俺から、食いつかねえと。だって、興味ねえんだもん。あいつに。もう関わり合うのはやめようと思ってるから。吉幸もそうでしょ。吉さんがこうで、ああそうなんだ、大丈夫かなとか言う、その程度で終わり。うん、炎上か。うん、まあ炎上してお金が稼げんだったらいいけどね。俺は知らないよ、彼らの懐具合は。うん、そんなのは知っ
ったことじゃねえし、俺は すごくあのスローにやってるから。くんた、まあそれは考え方の問題だよ。俺はこれしかできねえんだ、逆に。うん、金杯は貯金400万らしいです。いやそれをね、カッパさんでって感じ。うん、なんでカッパさんが知ってんのかが謎。うん、ゴンタコンテありがとう。うん、うん、ちょっと待って、カッパ、金杯が自慢してたからです。ですね、400万の貯金は自慢になるのかならないのか謎です。まあ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 いいですけど、うん、うん、まあいいや。よし、今日はおいちゃん終わろうかな。ぼうちゃんもさ、コメント打ってくんねえしさ、結構なんか俺ムカついてんだけど、あの野郎、俺のことはディスりやがるくせに、クソ野郎がよ。メグちゃん、コンテありがとう。この野郎よ、なんだこの野郎、てめえよ、自枠で人のことがさんざんパロディスっててよ、なんロムってんだよ。まあロムってるか、まあもう聞いてねえんだろうな。うん、どうでもいいよ、クソが。なんだあの女、頭飛んでんだろ、普通に考えて。はい、お疲れさんでした。皆さんありがとうね。ありがとう。おつ。